はい、おはようございます。お酒飲んじゃったよ昨日もう。で、汁が少しっていうか残ってますね。これはどうすっかな、このまま食べちゃおうかな、朝な。それでも美味しそうですね。煮しめに入れてもいいかなって感じがしますね。煮しめに入れちゃいましょうかね。そうだね、よしよし。ではそうすることにします。鶏もあるからね、鶏もやっちゃえばいいね、一緒にね。朝は何やるかというと、煮しめを作って、鶏がね残ってますから、この鶏をちょっとやっつけちゃいますね。豆腐でしょ、豆腐でしょ、豆腐にエリンギを買ってきたんだよね。大根がもう今日これで終わりだね。大根、エリンギを入れて、OK かね。レンコンがちょっとあるね。レンコン。レンコン入るとね、ちょっと、煮しめっぽいよね。それでこれね。で、あとは何やるかというと、シャモと、鶏のこれねありますから、これをから揚げちゃおう。これをから揚げに、あとチンゲン菜があるね。もやしもないけど、まあいいか、から揚げあればいいでしょう。はい、今日のスタートはそれで、まず最初にもうこれ、こいつをで置きます。早くから塩につけておくと味が身に入るんでね、早めにやった方がよろしいでしょうね。ね、ちょっとなかなかですね。シャモもね、これも、フライにします。フライするんだけど、遠くからわざわざ来てくれたんで、少し塩に揉んでおいた方がいいですよね。まずこれからな。おう、ペーパーで切っちゃいましょうかね。あんまり小さいから欲しくないけどね。ちょっと小ぶりの鶏なんで、これでいいようですね。よいしょ、こんなもんでいいかな。ね、塩コショウと、これは唐揚げ。今日一日これ食べてますね。こちらはフライ。シャモはね、唐揚げよりフライの方がうまいですよね。これはこっちの方が美味しい。そのまま置いておきましょう。で、ここは終わりと。はい、でね、鶏を切っておかないとね。煮しめに入る鶏です。匂いを嗅いでみれば、まだ OK。 煮しめは今日は牛肉でやりますから、牛肉の昨日の汁をそのまま合わせちゃいますんで。ただ白菜とか入ってたけど、全部あっという間に溶けちゃうんでね。戻りましょう。これをね、よっしゃ、
今日のご飯を作ります。作りますと。よいしょ。しいたけ。しいたけはちょっと細かく切ろうか。この汁入れちゃいます。白菜がね入ってるから、もうこれ白菜が白菜が入ってるのでしょ。白菜はもう溶けちゃいますから、鶏肉と一緒に牛肉を入れるんでしょう。まあいいか、みんな入れればいいな、最後に入れればいいや。沸騰するところまではこれで味をねつけていきます。よいしょ。で沸騰したら鶏が入りますね。ここももう溶けてるからね、これを入れましょう。次はねもう大根3回で食い終わりますかね。3回で今150円で3回が1回50円です。これで50円だから。で、大体今日の夜まで食べますからね。無効にならないと危なくてしょうがないね。刃物だからね、これも一応。で、今日は比較的薄めに切ります。薄めにね。白菜とかと合わせますから薄めの方が美味しいです。とは言っても俺はそう思うって言ってるんですね。これを守らねば死ぬよ、そういうもんじゃないですね。なんかわかんないけど、レシピ本ってもうみんなこれを守らなきゃダメよみたいなね書き方してるの大嫌い俺。うんなん人引き継ぎやんけ、怒りたくなりますよね。こっちだ、どれも見っかや。あ、次はこれね、さつまいももやります。今日はね、あの天ぷらの方にね忘れてました。この忘れパーティーを出してみます。煮しめってのは要するにこの根菜と鶏肉が煮込まれてっていう、鶏肉っていうかまあ肉やね、肉やね、肉なら何でもいいやね。あと僕はこんにゃくが好きなんだよね。こんにゃく、こんにゃく。あ、ほかいな。僕もちょっとしました。チャンコ鍋みたいなね、チャンコ鍋やん。レンコンも大体1個あると200円ぐらいですけど、それで4回か5回は食べますね。だから1品1つのそのアイテムごとに50円ぐらいになるのね。面白そうだな、この少しですよ。さすがに少しですよ。溶けるぞ。レンコンはもう返していいね。で、エリンギもありますね。人間ちょっとだけ半分いっぱいですことはない。
これも面白みですね。なん、お主の面白みですかね。はい、見てください。お主の始まっております。じゃんじゃんじゃららら、じゃんじゃんじゃん、なんでしょう、マストゴーオン、鬼しめマストゴーオンって感じだね。うん、いいね、美味しそう。これがわーっと煮立ってガラガラっときたところでお肉が入って、でその後で、この鍋の残りが入るんですね。お湯に漬けのが天ぷらになるかな。今ちょっと気がついたぞ。やってみよう。こうやって天ぷらしてるんですかね。フライね。フライじゃねえな。これ唐揚げでいいからな。天ぷらしとくか。エネルギーの天ぷらなんて聞いたことないですよ。面白げだね。面白げね。で、これですね。さつまいも。いもてん。もう天ぷらにします。いもてん。はい、さっきこれは最高の牛の鍋と一緒で、鍋からの仕立て直しだからね、味自身はものすごく複雑になって美味しいですね。ただこれ大根に入れたら OK ですから、大根がマーカーですよね。大根がマーカー、小池君がサンタクロース あ美味しい。ごぼうの出汁がうまく出てますね。うまいぜ、うまいぜ。ちょっと噛み出しよう。昨日のお味で十分なんですけどね。で、鶏と牛肉だ。これでいきましょうか。最後にこれがありますね。豆腐は先に入れてきた。そういうのもあるんだな。なんかみんな入れちゃってもいいような気がしてきたよ。あんまり白菜はこれ中に痛くないですからね。白菜とかもいいともよかったんだな。難しか、世の中難しかね。昨日の作ったお鍋、昼が夜作ったんで動画は撮ってませんが、
四万十の菜花ですね。四万十ね、ちょっと刃物は煮しめとはこれね、これは最後になります。刃物は煮しめとは色が違うんで、煮しめ最初から入れると絶対ダメね。これはやっぱり料理その1だろうな。煮しめのルールその1、刃物は最後に入れて、ルールその2、もったいないから捨てちゃダメそうだよね。もうこれがあるとないとで食卓は全然違うよね。だから鬼しめってのは世界で一番素晴らしいものですよ。世界で一番素晴らしいもの。うん、うまいうまい。はい、じゃあそのまんま進んでいきます。 Show must go on です。その間に天ぷら苦笑なくんで、ふらふら。草間上も苦笑ない、苦笑ない。大好き。もう大好き。あの、ナウシカのコミックス版の苦笑だね。それが苦笑だ。もう天ぷらはね、手順をしっかりしなかったらこれほど面倒くさいクイズもないけど、手順さえしっかりすればこれほど簡単なクイズもない。野菜から揚げていこうか今日はね。こいつらはみんな天ぷらは あれになりますね。フライになりますので、いもたるね、こちらも出てきますね。よいしょ。金曜の朝から天ぷらだよ。豪勢なこって。豪勢なこって。よいしょ。これね、うまそうじゃの。大根はもう一煮だね。うん、大根もう一煮。大根もう一煮。煮しめ、ゴーゴー。じゃあこっちがね、まずは芋でしょ。芋で、天ぷら粉は最近も全然使わないね。こっちは塩してこなしてやりますね。このままポチョンってあげればいいんだけどさ、
トマトダメだからね。もうこれだけでいいよ。はい。で、この人たちはどん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 進んでます。あんまり面倒くさいこと考えないで、早く揚げ始められるものをまず用意して、野菜もね、それから次に一番手間のかかるものの下ごしらえをして、温度が上がりだしたらもう入れてそのまま進めちゃうっていうね。でその間に温しめできてたでしょ。これが料理の手順というものさ。一品だけ作るってのはダメだと思うよ。あの家庭科の授業とかでね、家庭科の授業で一品だけ作りますなんてことをやるわけでしょ。ところが食事ってのは一品で終わっちゃ困るわけさ。カレーライスだけで終わりですとか、だったらどうするのって言うと、厨房仕事全般分かんなきゃダメでしょ。生活の中に組み込まれるわけだから、生活自身を自分なりにマネジメントできなきゃいけないんだけど、そういう能力は先生がないから教えようがない。私たちはマニュアルを作りながら生きなきゃいけないんだよね。こういう風にしてるよっていうね。これが大変なことだ。息が鳴りましたので、入れちゃいましょうか。その時こっち側では大変なことになっております。あ、もういいね。もうちょっとかな。もういいかな。刺しちゃいましょうか。よいしょ。おお、もりもり。はい、そしたら菜花を消化します。これは缶はじめないでしょってね。多分いいでしょう。うん、OK。 ごちそうにできました。こっちめで、こっちポチャンと落として OK。 ポチャンで OK。 ポチャンで
もうめんどくさい、出はい、入りました。これの感じですね。はいはい、そしたら今度はこっちね、卵を入れて、はい、唐揚げ持ってん、もう芋天は本当にパッパッと色がつくと思います。エリンギいいね、これちょっとうめえぞ、うん、鮮度があるから、この味しめるわ、こちらね。このお盆ね、これは洗わない、それでフライにするために、あ、いい音になってきた、まあ、この小麦粉は面白いと思っていただいて、温度が上がったから、もう見てしまえるには音がね変わりますから、あんまり長くやると水分がないと美味しくなるからね。低温の方がね、美味しいような気がするな。どっちが美味しいですかね。とにかく油の中には常に水なんかが上がり続けてる状態っていうのが大事だよね。そうじゃないと、スタンバイとかハイドリングがダメだよね。
とは言ってもそうならざるを得ないですよね。人生そういうの、人生出ました。ちょっと人生出ちゃいましたね。で、こっち、ね、これはサラダとあの下が蒸れちゃうんでね、蒸れないように食べてみよう。うまい、うん、うめえ、うん、これはうめえ、参ったね。この音が静かになったら終わりですね。
いも食べるかな。なんかもったいないな。卵がもったいない、食べちゃった。お、いいね。いい音しました。もういいでしょう。もうちょっとって感じだな。触った感じはね、うん、いいかな。いい匂いですな。ちょっと控えてみて、ちょっと柔らかいし、色が薄いから、それが美味しいかな。うまそうじゃよ。うまそう。うん。うま。うん。あの、こうやって。もういいね。はい。美味しい。その間にもう後片付けて、おうおう、うん、よいしょ。何度も何度も毎日毎日来る写真けど後片付けをするとき、ね、これは一番大事。なんで料理番組と後片付けのシーンがないんだろう。本当にもう次から次はついてきます。何か出てくる。バカ野郎、後片付けが大変なんだから、みんなで言うじゃん。そのぐらい分かれ、バカってね。バカなんて言ったらダメだよね。人のことバカって言うのに、本当にその人がバカなんだよ。バカって言ったらバカだからね。だからバカって言っちゃダメなんだよ。で、世の中の健康状態が良くなりましたかね。良くなりはしない、ね、料理番組、グルメ番組、もう見てらんないな。
回はどこに向かうんですかね。まあもうちょっとの間見てみてね。暖かいって言ったらまずは分類から始まるからね。こうやって分類してって、あ、これはこういう大きさだな、これはこれでこっちに入るなとかね、これはもう腹壊れだなとかね、それが後片付けの第一とかね。でここまでできてるともうほぼ OK なんだよね。でこれからやる手順としては、まず蓋みたいなものをきれいに洗って、まあ、食洗機入んないんだけどね。でレベルを全部こういするわけでしょ。だからこれ肉だったねってやつは、ちょっと先に洗っていってあげないと、後でこれと触れたらダメでしょ。だから生肉系となんかはこうですね。ここまでやったところでまた消費に入れるんだな。もうちょっと大豆だったら大きいけどね。そもそも油多くなると熱がどうなるかね。この大きさで熱くて深くて銅で厚手の鍋ってのは違いよね。今のうちにはね。今もうこっちなんですね、うん、この音がもうちょっと良くなったところで終わりですね。ちょっと片付けした醤油、で、うちはこれをこれはお姉さんっていうのを作ってやつですね。常に向上性を維持するために私たちは常に成長しっかり狙うべきだ。大変だよこれは。もういいでしょう。
はい、じゃあ次と中音でいきましょうかね。ラスト中音でナッシャンが入ります。ね、8本でいいでしょう。残りの8本ぐらい、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、15本ありましたから。これも全部食えるから最高ですよね。もう大好き、うまいんですよね。これがよく、まあほら栄養価がどのこうのっていうアホみたいなこと言うんですけど、そんなもんって評価しちゃダメですか。うまいっていうことは体が求めてるものに当たってる。ただし酒やアルコール、酒、アルコールや炭水化物は嗜好品だから、いくらでもうまいから。リミットが効かない食べ物は気をつけなさいよ。うん、食器でないと手洗いですから、食器の時にも手洗いでしょ。うん、いい音になってきました。もう良さげだね。はい、シャモ出来上がってきております。おー、うまそうだ。もうこうやって触ったとき硬いから分かります。うん、
はい、いただきます。あ、おお、大丈夫かい。あぶくが出ております。まあいいやね。で、ここを片付けていって、パン粉を取っとくこともあるんだけど、今日はシャモの匂いが随分ついたんで、ね、もう洗っちゃいます。このバッグをね、早く洗うかどうかは結構あったかくて分かりにくいんだけどね、これ大事。いい音してきましたね。ここまでできたところでもういいんです。あと後片付けは朝ごはんやった方がいいですね。ちょうど1時間ですとかね。一日の一番コアの食事を作るのが朝ですから、大事なのは朝ちょっとでもいいから時間かけてお料理作る。そうすると一日とっても元気に過ごせる、ね、夜まで食べれるしね。ということで、シャモも上がってきました。ね、芋煮鶏。今日は週の最後の日、ね、今週も2週でしたかしら。俺は最悪なことと最高のことと楽しいことと嫌なことといっぱいありました。じゃあ皆さんも今週、あと1日頑張りましょう。あと2日か。元気にいいもん食べようね。